はい、お疲れ様です。おはよう、おはよう、おはようこ、ね、クニクの風もらって結構グロッキーです。どうも、あたりちゃんでございます。さあ、今日のお弁当こちら。わお、ね、今日ね、全然やる気ないんだけど結構決まった、うん、鼻声でしょ。もう鼻水が止まんない。あいつさ、あいつずっと俺の席でそばで咳するんだよ。あいつの嫁ちゃんも映りましたね。嫁も映った。ね、今日ね、ピンクで黄色挟んでみた、ベーコンでね、綺麗だね、まるで初恋のような弁当だね、初恋だね、これ初恋。ミニトマトがもう欠かせないね。可愛いミニトマトが、まず初恋だね、まるで。まるで初恋。ミニトマトの丸さがね、まずまるで初恋。エビフライのソースは下にしてと。ね。ね。ああ、頭がぼーっとします。ね、これ眠たいんだけど寝れないこの感覚ね、風邪ひいた時の。あんやろー、朝ごはん。お疲れ様です。さて、朝ごはん今日これ。わお、ね、こうすると豪華になるね。はい、朝バイキング、一つ一つ乗っけるよりね、やっぱね、あのバイキングがいいね。乗せちゃうとね、いらないっつって捨てられちゃうから、バイキングの方がもうもったいなくないね。もう かっこいいし、これ俺センスよ、これセンス。俺のこのセンスね。そしてね、あっさりと目玉焼きと、明太子パスタね、これすらも捨てられるかもしれないね。はい、今日これいいね。今度からバイキングにしようかな。ね、そうしよう。そしてお弁当、これ決まったね。どうも、風邪ひいてるとは思えない、この出来栄え。これいいね、今日これになるよ。今日これ95点ぐらいいってんじゃないですか、これ。ね、うわー、ドビッシュ、ね、ズビッシュ、決まったぜ。ドーン、近くで見たらこう、ね、エビフライがこそっといるけどね、この存在感アピールする感じ。まだ初恋のようだね。はい、ドビッシュ、うわ、迫力ある。というわけで、ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくね。またね、バイバイ。